マキシム・ゴナロンは、フランスリヨン郊外のベニシュー出身のサッカー選手。グラナダ CF 所属。ポジションは、ミッドフィールダー、DEF。2008年7月、武道球筋に侵され脚部切断の危機に陥ったが、2009年の夏に治癒し、2009から10シーズンに、オリンピックリヨンとプロ契約を交わした。その年の UEFA チャンピオンズリーグ予備選の、 RSC アンデルレフィト戦セカンドレグでプロデビューした。2009年9月12日の FC ロリアン戦でリーグ戦デビューを飾った。9月29日デブレティに VSC 戦で57分からピッチに入り UEFA チャンピオンズリーグのグループリーグに初出場した。10月20日 UEFA チャンピオンズリーグ出場2戦目となったリバプール FC 戦で 初得点。43分に負傷退場したセンターバック、クリスの代役としてピッチに入り、ジェレミー・トゥラランと共にセンターラインを形成。72分にヘディングでゴールを決めた。リオンは2-1で勝利し、ゴナロンはマン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。時を同じくしてフランス・エス・ポアールにも選出。2010年1月25日、ゴナロンは リオンとの契約を2014年まで延長した。2011年11月11日の対アメリカ代表戦で A 代表デビュー。2017年7月3日、AAS ローマに移籍した。移籍金は500万ユーロで契約期間は4年。2018年8月20日、セビージャ FC にレンタル移籍。2019年9月2日、グラナダ CF にレンタル移籍した。 特定の条件を達成すれば400万ユーロでの買い取り義務が発生する契約となっている。2020年8月11日、グラナダ CF に完全移籍し、2023年までの契約を結んだことが発表された。フランスフットボール氏、ゴナロン、20歳、アンフィールドに生まれる、ローマ、リオン首相 MF ゴナロンの獲得を発表、新たな冒険が待ちきれない。 サッカーキング。https コロンスラッシュスラッシュ www.soccr-king.jp e スラッシュニューススラッシュワールドスラッシュ ita スラッシュ20170704スラッシュ 608110.html2018 年6月24日閲覧コーナリンズエクスペリアパラープントラエルチェントロデルカンポ セイビーリア FC ウェブオフィシャル、https、www. サビリフィック、s、オクトゥーイヒーダット、ノーティシアース、ゴーナリンズイエーガシリド、2018年8月21日、閲覧。マクシムゴーナリンズ、ヌオボフガドールデル、グラナダ CF。グラナダウェブオフィシャル、2019年9月3日、閲覧。ゴーナリンズジョインズグラナダ。 www.asroma.com2019 年9月3日閲覧コーナリンズファーマポルエル、グラナダ CF アスタ2023グロナディックフ S2020 年9月15日閲覧ありがとうございます